日本代表アスリートチームは、原田大蔵、ネプチューン、に加え、加納舞子、塩田玲子、遠坂恵理、吉田沙織が参戦。売れっ子芸人チームは名倉淳、ネプチューン、に加え、霜降り明星、聖夜、粗品、錦鯉、長谷川正則、渡辺隆、ヒコロヒーが登場する。なお、長谷川京子と田辺は初登場となる。 ファーストステージ音楽のリズムに合わせて、あらゆる分野から出題される問題をテンポよく答える、ノンストップ DJ では、日本代表アスリートチームが大苦戦。料理や食材の写真を見て、ハテナに当てはまる言葉を答える問題で、メレンゲイコール。お泡立てた、イコール。部分は、卵白、が正解、という問題が出されると吉田がミス連発。 クリーム、生クリーム、メレンゲと天然すぎる回答を連発すると、一同大爆笑となる。売れっ子芸人チームは、平成のヒット商品の写真を見てその名前を答える問題に挑戦。1997年に流行した、ワッフル、正解、の写真が出されると、粗品は、ワッフルの見た目から、ハッシュタグ、シャープ、クラケット、キャラメルクッキー、とまさかの回答。 粗品のひどすぎる大失態に一同、えー、マジで、これわかんないのと驚く。その後、セカンドステージは、ハイパーファイブリーグ、サードステージトラベルイングリッシュ、フォースステージ、ハイパーボンバーに挑戦。第96回アカデミー賞で日本映画として初めての資格効果賞を受賞したゴジラ1.0に関する問題やオリンピック問題、Z 世代に大人気のキャラクター問題など、 様々なジャンルの問題が出される日本代表アスリートチームに旅客機の最上級客席の名前を答える問題、正解はファーストクラスが出されると、話題はスポーツ選手たちの遠征時の飛行機の座席プラスのランクの話に、吉田、塩田、加納、途半らアスリートメンバーは一同口を揃えて、最初はエコノミーですねとコメント。すると、 トハが引きは一律なんですかね。帰りは結果によって変わりますよね、と答えると、吉田も色々ありますけど、金メダリストになると座席クラスが上がってビジネスに変わったりしますねと現役当時のリアルなエピソードを語る。トラベルイングリッシュでは、長谷川が英語力を発揮し、大活躍。流暢な英語を披露し、 かっこよすぎる長谷川の姿に同じチームのメンバーもさすがですと拍手が起こる。そして、本場アメリカで武者修行をした宮近は来年の春、結婚式の予約はできますかという英訳問題を難なくクリアし、嬉しくて思わず TJ ポーズを決める場面も。さらに、ハイパーボンバーでは、春ドラマチームが春の歌を聴いて、歌詞の空欄を歌って答える問題に挑戦。 森山直太郎の桜や福山正春の桜坂、嵐の桜酒など様々な春の名曲が出題。長谷川京子は松任谷由美の春よ、恋の問題を選択。長谷川の透き通った歌声を披露し、宮近が決明しの桜をノリノリに熱唱する一幕も繰り広げられる。